いつも医学 TV をご覧いただきまして誠にありがとうございます。私芸能の平山です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。はい、鳥井亮次です。よろしくお願いします。あれ腕大丈夫ですか？あれなんか爆心、まあ、あれ今日は一体何日でしょうか？本日もゲスト会でーす。よろしくお願いします。はい、前回ねキムヘギョンさん、ゲストにお越しいただきまして、はいはい、インタビューさせていただいたんですけども、今回はキムヘギョンさん率いるマンドリンアンサンブルレペターマンドリンアンサンブルの皆様にお越しいただくことになりました。じゃあ今回もまたオンラインで、オンラインで、そうですね、今回もZoomを使ってオンラインでインタビューをさせていただきました。今回その海外で、活動されるマンドリンギターのアンサンブルが、そうですね、はい、まあ、どんな風な活動されてるかっていうことですね、そのあたりをいろいろとお話しできればということでインタビューさせていただきましたが、はい、よかったらぜひこちらの動画最後までご覧いただけたら嬉しいです。はい、よろしくお願いします。それでは本日レペマンドリンギターアンサンブルの皆様にお越しいただきました。ようこそいらっしゃいました。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。ようこそいらっしゃいました。ということで皆さん今日はお集まりいただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、韓国でご活躍されているレペマンドリンギターアンサンブルの皆様、今日ねご紹介していきたいと思います。じゃあ早速なんですけども、メンバーお一人ずつ自己紹介をお願いできますでしょうか。私はひねがみと申します。 HK と呼んでください。よろしくお願いします。 HK ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、ホンジュミです。ホンジュミさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、マンドラのキンアンと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、チマです。かわいい、かわいい。こんにちは、ポンジュンです。ポンジュンさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ皆様自己紹介いただきありがとうございます。ありがとうございます。レペマンドリンギターアンサンブルの皆さんですね、どういうきっかけで結成されたんでしょうか。私たちは韓国のイェウォン芸術大学でマンドリンとギターを専攻して集まって、レペマンドリンギターアンサンブルを組織して今一緒に演奏活動をしています。大学で皆さんお知り合いになったっていうことなんですけども、大学ではどういう関係なんですか。私とジュミとシナが同級生で、アルミとコムジュンが同級生で、あ、そうなの。1年先輩です。あ、そうなの。後輩、後輩。団体のお名前がレペ、レペさんなんですね、はい、レペのお名前の由来はどんな、うん、はい、気になります、はい、気になりますね。アンサンブルの名前のレペは君の世紀の音楽家レオナンテ・ペルテンという一人の名前から来ています。完全に地で構成された音楽を和声音楽として発展させた方々です。それを何か大学に編入した後に3年生の時、ジュミと私がチナモン西洋音楽史の時間にその方たちについて学びましたが、その時からジュミと私がその時2人でお互いをレオネン・ペルテンと私もレオネン・お互いを呼びながら遊んだりしました。このレオネン・ペルテン、ペルテンの最初の地だけレペをその名前になりましたが、その時は遊びで今アンサンブルを作って名前になることは思ったこともない。マンドリン系でレオネンとペルテンになりましたね。レオネン。じゃあそうですね、ちょっとそれぞれメンバーの方にインタビューしていこうと思いますが、まずは、ギターのジナさん、マンドリンって楽器どう思いました。신기한악기라고생각을먼저했고요딱히不思議な楽器だと思いました。不思議な楽器。그이유가생긴건기타랑비슷한데기타는볼록하고줄은두배로많고음역대가바이올린만큼이나높아가지고처음들었을때저게대체무슨악기지하면서봤던생각했던그런기억이나요。見た目は、まあ、
パッと見てましたら、うん、でも後ろがフグらしくて弦も多くて、音もバイオリンみたいに高い音が出てて、あれは一体何の楽器だろうとか。あ、그래서지금도만돌린에대해서잘아는건아니지만알면할수록와대단한악기다생각이들어요 와대단한악기다 今でも만돌린についてよくわからないですけど、でも만돌린ってわあすげえ楽器だと思って、すげえ楽器だ。じゃあ次は、マンドリンの本地美さんに、本地美さんをその、まあ、マンドリンを始めたこととなど教えてもらってもいいですか。私は中国廣州で3年ほど生活したことがあるんですが、私は中国の廣州で4年ほど生活したことがあります。大学でオーケストラ隣でバイオリンパートを활동한적이있어서그렇게연주했던경험이너무좋아서연주활동을할수있는기회를찾던중에2011년한겨울쯤김혜경만드린선생님을만났어요大学時代オーケストラサークルでバイオリンパートで演奏活動した経験がとっても良かったので、欧州でも演奏活動ができる機会を探した時、2011年の春に中国広州で김혜경만드린선생님이아니ました。김혜경만드린선생님아私ですけど今先生と趣味が話すからおかしいけど今はお姉さんと呼んでいます。だから韓国언니언니と呼んでいます。그리고처음에만드린소리를들었을때소리가아주또랑또랑하고되게매력적이었어요。初めて聞いたマンドリンの音は明るくて、とても魅力的でした。おお、嬉しいよね。音質が같아서、처음에는배우기가좀수월했었던것같아요。バイオリンとマンドリンは何か指使いが同じで、学びやすいです。그런데マンドリンは현도이렇게복현으로잡고、줄도너무두꺼워서손만돌린은푸쿠겐ですよね。푸쿠겐데바이올린と比べたら弦も厚すぎて、だから弾きにくかったです。그리고오른손피크도잡는게되게어렵고소리가내는방법이나트레블러같은기법도너무좀어려웠던것같아요。피크で正確な音出しだったや、テクニック、いろんななんか트레블러とかそんな。勉強すれば勉強するほど、成功な書きました。難しいことをたくさん話しました。언니를알게돼서이렇게レッテ활동을하게되면너무좋고요。앞으로더잘할수있도록하겠습니다。お姉さん。お姉さんと知り合って、こんな演奏活動も一緒にできて、とってもロッキーだし、とても楽しいです。素晴らしい、素敵な話、はい、いい話を聞かせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。カムサムリだ。じゃあ次はギターのコンジュンさんの話を聞こうと思います。コンジュンさんが大学院で勉強してるということですが、あとなぜそんなに勉強しようと思ったんですか。좋은선생이되고싶어가지고좋은선생이되려면너무실력도높아야되기때문에그냥이선생님나리다떻게이선생님나를다면には演奏実力も良くなければならないので、だから大学に行きましたと話してすごい先生になりました。本順先生に、本庄さん、お一人だけ男性なんですけども、一緒に演奏してる感じはいかがでしょうか。言いにくいらしい。じゃあアルムさんかな。はい。アルムは日本語ができます。アルムさん日本語ができるんですね。はい、日本語で自己紹介をお願いします。はい、
私はレッペアンサンブル以外にもいろんな活動をしながらマンドリンシャップと理由のマンドリン関係の仕事もしてます。はい。でももっとマンドリン系が広がるのを目指して頑張ります。おお、すごい。あ、アルムさん日本語本当にお上手ですね。いいえ上手だって。どうやって日本語を勉強されたんですか？最初は私の好きな漫画だった、はい、メタテコナン。メタテコナン。アニメを始めて、はい、日本語に慣れていたんじゃないかと思っています。その後文化センターで日本語を習ったり、様々な日本のドラマも見たりしました。私の好きなメタテコナンは私の子の力です。眠られない時このアニメを見たら元気になります。いっぱい人が知ってると思うんですけど長寿だ必ず一人死にますけど寝られるんですねそうなんです、ね、ありがとうございますアルムさんはYouTube チャンネルのマンドリンショップもね演奏してご出演もされてらっしゃるので、ぜひそちらも皆さん概要欄にリンクを貼っておきますので、はい、皆さんマンドリンショップのチャンネルもご覧になってください。ありがとうございます、はい、皆さんありがとうございました。最後になんですけども、はい、皆さんの今後の活動についてお知らせしていただいてよろしいですか？今年の1月にレッペの創立演奏会をしました。来年1月は定期演奏会を開催する予定です。一部ではそれぞれの独奏を知って、みんなで独奏をして、二部には久保田先生の編曲のアーハー賞金賞を取るという予定です。たくさん応援してください。皆様ぜひレペマンドリンギターアンサンブルの皆さんの活動応援してください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。感謝ありがとうございました。
ぜひよろしくお願いします。